この思いを消してしまうにはまだ人生長いでしょう。やり残してることをやり直してみたいから。おお、すごいすごいね。オープニングからめっちゃいいやん。あ、やばいやばいやばい、著作権が、モンスターストライク、鋼のね錬金術師と、コラボ、したらしいです。はい、ちょっとねモンストの動画撮るのめっちゃ久しぶりなんだけども、まあ実はね前回ちょっと前の誘惑コラボで、一応得てはねこれ、このライゼンと、ムクロね、ムクロを紙引きしたと。50連で10連一発で10連一発で 2体出たと。モンスターボックス、あ、これとね、ムクロと。なので最近ちょっとねやってますやってます。なので今回ちょっと、ハガレンのね、ハガレン誘惑も好きだから回したってのもあるし、ハガレンもまた好きなんよ。ハガレンマジでいいよね。やっぱマスタングはかっこいいよね。マスタング、マスタングに似てるってね、リアルで言われたことないけど、ね、マスタンかっこいいよね。性格とか頭いいとことか、部下思いな、ほんとマスタングに似てるねって、まあ一回も言われたことないけど、ほんと好き。これ見れないのかな、何が出るのか。リンヤオとかもいいよね。お、王様だよ。真だっけ。マスタングとランファンで、ランファン星4なんか。ランファン腕なくなっちゃうからな。ランファンはね、まあちょっとネタバレっていうか、なんていうの、腕なくなっちゃうからね。なんだっけ、もう忘れちゃったわ。何やったっけ。オートマチックじゃないわオートメールにね、このリンヤをね守るために、で腕を一本失ってしまう。でおじいちゃんもいるんだけどね、おじいちゃんがまたねいい最後だったんだよこれ。ランファンのおじいちゃんと、でエルリック兄弟は別にいいや。やっぱこの中で欲しいのはやっぱりロイ・マスタングかリンヤオだね。ロイ・マスタングかリンヤオ出たらめっちゃ嬉しい。めちゃくちゃ嬉しい。アームストロングはいいわ、よし、まあ、そうね。案外出ちゃったりするから、ほんとライゼン・ムクロの時みたいに10連一発行こうと思います。マスタング来い。はっ。おまけは何だろう。ああテンション下がるわ。なんか一発目からテンション下げられるわ。これ見たことない。初見です。何これ、見たことない。星5やん。何これ、ちょっと強そうけど見たことない。ランファンまあ好きだからいいけどさ。ランファン、あ、ランファンまた出た。あー、これはなんか知ってるわ、なんか動画で見たことある。あー頼む、最後。アームストロングじゃねえかこいつ。アームストロングじゃねえか。
これ何これ桜桜だって桜まあちょっと残念だね残念でしたって感じだね、うん、アームストロングとランファンが当たりましたあと星5は桜ですこれ期間いつまでだろう期間30日までだから、まあ、頑張ればまた50個ぐらいはたまるかな、うん、あのクエストとかねまだまだオーブもらえるクエストいっぱい得て残ってるんでちょっと50個またたまったら一回回してみようかと思いますはい、では今回は鋼の錬金術師の、コラボガチャでしたアームストロングです、はい、ちょっと桜をねちょっと調べよう強いかどうか、うん、はいお疲れ様でした。